される。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。4月4日、官邸で遊泳前線全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同盟による松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣への署名簿の提出がありました。その中で松野内閣官房長官兼拉致問題担当大臣は次のように発言されました。今日はご報告いただきましてありがとうございます。担当大臣の松野でございます。今日はお持ちをいただきました。前線からお持ちをいただきました。26,600室を加え、今までのものと合わせますと遊泳電車の皆様からは約450万に上る署名をこういただいているかと思います。日本全体で政府にいただいた署名は1,600万、その中においても遊泳電車の皆様方には大変お世話になりながら、この活動が改めて感じる次第であります。また松本さんのところから報告いただきましてありがとうございます。